どうもじゃあ、みやびです。もかです。この動画は後撮りなんですけど、ちょっとストーカーが家に来た実際の動画がちょっとあるので、先にそっちのね、映像をご覧ください。どうぞ。ちょっとやばいやばいやばい、ちょっと聞こえる？聞こえる？怖くない？時間が3時なんですけど、普通の声話していいかな。最近夜めっちゃなんか庭人いるんですよ。庭っていうか洗濯物干してるとことか、自転車置き場なんですけど、特に最近なんか深夜めっちゃ人歩く音とか廊下も聞こえるよね。結構、うん、あの壁が薄いんで、この家、ここの家言うて半年以上住んでるんですけど、最近なんか足音がひどすぎて、ワンチャン住所バレてんじゃねと思ってさ、うん、もうてかもう言っちゃうんですけど、ここめっちゃ繁華街が近いんですよ。この家からなんかスーパーとか行く時にも繁華街絶対通んなくちゃいけなくて、うん、結構人の目に触れるんですよ、うん、後つけられたとか。そうそうそう、そうやって後つけられて、でも別になんかネットとかに僕らの住所がバレてるみたいなことないんで、わかんない。一人だけは知ってんのか、そもそも視聴者なのか視聴者じゃないのかもわかんないけど、でもここの隣はさ、空き物件なんだよ、空いてんだ今、うん、だから本当にもう出たらすぐそこなんですよ。なんだろう、本当オートロックもないし、覗いてる。いや、本当に本当に行く？怖い。鍵ちゃんと閉めて。っていうね、感じなんですけど、まあ本当にここ1ヶ月、うん、深夜だね、2、3時とか撮影始めるよぐらいの時間、ちょっとね、それもあってですね、もうちょっと僕ら引っ越すことに決めまして、あの動画で見て、動画で見てもらった通り、ちょっともうこっちの方がね、もう超散乱状態で、棚とかも全部崩して、もうぐっちゃぐっちゃなんですけど、この家ゴキブリがねめっちゃ出ることもそうですし、そういうもろもろありまして、僕ら引っ越しすることにしました。限界よ、この家は、うん、もうね、限界集落、うん、本当にこの家ゴキブリやばいんですよ。やばい、本当に。いや、本当にね、最近ね、繁殖し始めたからね。ちっちゃいやつだからね。ちっちゃいやつ2匹。もうそれって、生命育んじゃってるってことだからね、本当にね。ゴキブリのいる生活。いや、もう本当にそうよ。どっかでもうね、繁殖始めてんだ、あいつら。これまでマジで、めっちゃこれぐらいのでっかいやつしかいなかったのに、もう最近ね、天井とかにね、こんなちっちゃいやつめっちゃおるの。はぁはぁはぁ、もう嫌だ。この間、みやびくんの頭で横で、あいつ寝とったよ。みやびくん寝てたよ。みやびくんが寝てる横で、あいつも仰向けになって寝とった。二人で親子のように。もう無理だって、食ってるって寝てる時絶対これもう。でもエビの味するらしいよ。いいよ、やめろそういう話。私エビ好き。じゃ食えよ。やだ、食わしてやる。それは嫌なんだけど、口の中でお前突っ込んでるから。やだ、醤油はつけてほしい、せめて。いや、醤油つけたらいい。いや、よくない。この愛生ハウス、この家いろんな思い出ありますよ。やっぱここから YouTube 始まったわけで、いろんな文句言いながらも
結局はね、この家で本当にずっと撮影してきたわけで、はい、まあ狭いけど、まあ楽しかったよね。楽しかった、うん、ちょっと寂しいね。まあちょっとあの動画の編集のタイミング上時系列ごちゃごちゃになるかもしれないんですけど、新居での撮影が増えていきますよというお話でございました。やだー、何だ君、無理。いや無理でしょ。助けてください。バイトせなあかん、マジで。助けてください。ちょっとサイズのバイトもう一回始めるわ。ああ、私はセブンイレブン。よっしゃせー、お客様何名様ですか？あ、皆様にかしこまりました。お客様ありがとうございます。よっしゃせー。いい声。入店ある、入店ある。オッケーオッケー。よっしゃせー、お客様何名様でしょうか？2人です。1名様にかしこまりました。あ、あとでもう1人来ます。あ、かしこまりました。追加で1名様にかしこまりました。少々お待ちください。あ、すいません、間違えない。追加で5人来ます。あ、5名様にかしこまりました。そういうこと、7名様のお席をご用意する形で。本当にそうなの。斜め様のお席でよろしいでしょうか。はい、かしこまりました。ただいま全席禁煙でございますが、いかがな。禁煙ですけども、いや大丈夫でしょうか。あ、どうぞ。あ、ただいま全席、ただいま全席禁煙ですけどもよろしいでしょうか。大丈夫です。かしこまりました。ではお客様、お席の方ご案内いたします。こちらお願いいたします。こちらの方のお席で。はい、ありがとうございます。こちらがメニュー表となっておりまして、お部屋の方はセルフサービスになっております。あちらのカウンターの方からお取りになってください。じゃあそのメニューの方からご注文の品を決めになりましたら、シナベルでシナベルでお呼びになってください。では失礼いたします。すいません、注文いいですか？はい、おかげいたします。小指のサラダ一つと、小指のサラダがお一つ、シプリングコーン、なんだっけ、シュプリングコーンみたいなやつ一つと、なんだっけ、そういう分かんないもの頼まないし、一つとチーズたっぷりミラノ風ドリア一つ。はい、ミラノ風ドリア一つ。チーズたっぷりの方です。あ、トッピングの方でかしこまりました。あとティラミス、ティラミスを一つでかしこまりました。以上でお願いします。以上でかしこまりました。お客様ご注文の方が小指のシーザーサラダが一つ、ミラノ風ドリア一つ、たっぷりです。あ、チーズたっぷりの方でかしこまりました。それではお待たせしました、小指のサラダでございます。ありがとうございます。神やばいっしょ。いや、本当にこんなん俺、当時もこんなん。あ、そうなんだ。やばいっしょ。なんでこんな話になったんだよ。もかも、そのバイト、これだけ聞いて。バイトの時にやっぱなんかそのいろんな動画でやっぱ近くの家の近くとか出しちゃったことがあって、まあそれと一回消して編集し直して出したりとかしてるんですけど、うん、しかもなんかさ、撮影で着た服とかも普通に外で洗濯物として干してしまったから、うん、まあそうだね。まあ豪室もわかるから、もう家だけじゃなくて、しかもこの家オートロックもないんですよ。次はさすがにやっぱね、女性がいるので、女性に見えないかもしれないんですけど、一応女性がいるので、やっぱオートロックのついてる、まあ家、うるさいです、ちょっと待ってください。オートロックのついてるやっぱ家じゃないといけないなっていうふうにやっぱ思って、はい、ちょっと今回引っ越しすることになりました。視聴者さんって決めつけるのもちょっとあれなんですけど、特定とか、まあ、なるべくしないでくれると嬉しいです。まあね、もうちょっと次の家ルームツアーするかどうかちょっと微妙なんですけど、するしない？怖いかんとこか。ちょっと怖い。でもみんなも、でも僕らの家気になりますよね、次のルームツアーしたいけど、ね。確かに。お風呂だけっていうのどう？いや、お風呂だけルームツアーってなんやね。ね。じゃあ、バスツアー、次の家も別にそんなすごい見せるようなね、他の YouTuber さんみたいにもうボーン、すごいでしょこの家、こんなタワーマンションでボーンな、ボーンな、ボーンなんだよみたいな感じの全然家でもないし、もう普通の本当にこの家とあんま変わんない感じの家なんですけど、ちょっとでも広かったね、広いね、次の家は。まあちょっと7月ね、ちょっと同棲の話をして、毎日証拠頑張ろうって話もちょっとあったんですけど、まあちょっといろいろね、こういうストーカーの件とか引っ越しの件とかちょっといろいろ立て込んじゃいまして、あんま動画を投稿できなかったってことがあったんで、はい、まあちょっとね、もう引っ越しが終わったらもうね、もうブルルルルルもうフルでもうエンジンマックスにして動画ね、投稿していきたいと思うんで、これからもね、活動の方応援よろしくお願いします。ということで、以上ストーカー動画でした。バイバイバイ。